皆さんこんにちは、ゆうたろうと文次郎です。今日はね、埼玉県の伊那にあります、セイコーマート伊那大張店にやってきました。実はですね、私の視聴者様からですね、貴重な情報をいただきまして、こちらにやってきました。今ね、ここはですね、ホットシェフミニということで、普通のね、ホットシェフよりもちょっとね、店内でね、調理できる幅がね、狭いです。で、どういう内容かというと、フライヤーがないそうなんですね、フライヤーが。要はカツ丼だとか揚げ物ができません。その他ね、豚丼だとかはできるんですけども、揚げ物ができないためにカツ丼ができないというね、セイコーマートの代名詞である、カツ丼ができないということで、今までね、こちらのお店はカツ丼がなかったんですが、何かこのね、6月中に改装工事が入ってですね、ホットシェフになるということで、楽しみにしてきました。情報のね、提供者の方によりますと、まだね、ホットシェフの方は今作ってるということでね、ビニール張りをしてるということでしたけども、ちょっと中身入ってみないとわからないですね。ここは、ホットシェフのね、看板がないです。ミニということでね、ホットシェフの看板がありません。ではね、文次郎君と中に行ってね、検証してみましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今ね、伊那大張店でね、買い物をしました。でね、店員の方とね、お話をさせていただきました。ここはね、ホットシェフミニというのがね、あるお店です。でね、それが売りで結構ね、珍しくて来る方もいらっしゃるという話を聞きました。ただね、6月の24日、このね、配信は6月24日以降の配信になります。というのもね、まだオープンにしてはいけないという話を我々聞いてきましたので、このね、配信は6月24日以降の配信となります。とうとうね、埼玉県も、9店舗のうち、ホットシェフがね、なかったというか、みんなね、ホットシェフが、あった伊那店を除いてね、すべてフルの、ね、ホットシェフだったんですけども、今回ね、こちら、伊那店もとうとうね、フルの、ね、ホットシェフになります。6月の、ね、24日以降フルのホットシェフになります。先ほどもね、申し上げましたが、ホットシェフミニはね、フライヤーがないために、セイコーマートの、ね、代名詞でありますカツ丼がね、作れないということで、ちょっとね、そこのところが、お客様の、ちょっとね、残念という声があったみたいです。で、とうとうね、ここを、ミニからね、フライヤーを入れてね、フルのね、ホットシェフにするということを聞きました。セイコーマートもね、このようにして、どんどんね、攻めていただければありがたいなと思っています。私どもね、関東にセイコーマートを増やす会、草加支部といたしましてもね、これはね、非常に嬉しい話だと思っています。またね、この情報を、いただきました、視聴者の皆さん、方々ね、ありがとうございました。おかげさまでね、良い取材ができました。このようにしてね、私たちは皆様の、情報が、全てでございます。ぜひね、また何か新しい情報とか、微妙な情報ありましたらば、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。今回はね、とてもいい情報をいただきましてありがとうございました。このね、配信は6月24日以降ということになりますが、またね、皆様と、次の動画でね、お会いできることを楽しみにしております。では皆さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ゆうたろうと文次郎です。今日は令和3年6月の26日土曜日です。カツ丼、ここはね、セイコーマート、セイコーマート今大張店に来ています。このね、看板を見ただけで、ピンときた、ね、方いらっしゃいますかね。伊那大張店とカツ丼、そしてホットシェフの看板。実はね、6月のね、24日から、こちらのね、伊那大張店もホットシェフがね、フルホットシェフになったということです。今まではね、ホットシェフミニという形で、あそこの看板にね、ミニというね、文字が出てました。ミニがあるね、お店は少しね、厨房設備が狭いということでフライヤーが置けなかったんですね。それでカツ丼だとか揚げ物がね、できなかったという話をお聞きしました。でね、6月の24日からは、フライヤーも入りましたんでね、カツ丼もできるということで、それに付随してね、あとバタークロワッサン等もね、できるようになったみたいです。そして一番ね、嬉しいのはセイコーマートの看板、今まではね、お米、お弁当、タバコというような形でね、あそこに書いてあったんですけども、今回はね、あそこにホットシェフという形でね、フルのね、ホットシェフが入ったので、あそこにね、看板にもホットシェフという、文字が入りました。これでね、埼玉県は、9店舗なんですけども、全部ね、ホットシェフができました。これでね、ホットシェフのないね、埼玉県のセイコーマートはあります。ではね、中に入って、そのね、買い物をしていってみたいと思います。